is a brand new人生てかまさかの Me and my friends 今日何したい。カメラマンとか役者が現場で空間上にある CG オブジェクトを実際に見ながらゲームのようにそれをこう乗り越えていくみたいな、後処理で CG で載せるものとはなんか違うものができるんじゃないかなと思って。何ここ、まず屋内で空間上に物を置くっていうのはクエストとかいろんなものであるんですけど、まず屋外っていうのがそういうものはないんで、それを開発しなきゃいけない。あと10メーターの中だったらこうクエストで見たら自由にオブジェクトが配置されてっていうのはできるんですけど、今回やろうとしてる距離が120メートルぐらいあるので、120メートルの屋外で実際にこう現実のロケ地に CG のオブジェクトをこう置いて、それをカメラマンが見ながら走り抜けるっていうのは誰もやったことがないので、やっぱり初めてやる技術なんで、カメラが揺れたらどうなる、太陽の光を受けたらどうなるっていうのはバスキルチームと撮影部さんとかみんなが初めて直面する課題をみんなが一個一個乗り越えていく。AR キットで初めて撮影したんですけど、すごい面白かったのがロケ地に行って美術だと作れない、もうとてつもなく大きい木とか、あとは空中に浮いている水の玉とか、美術だと作れないものをクエストをつけて体感的に配置したりとか、デジタルだけどめっちゃアナログだしめっちゃフィジカル。Thank you.